覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら、クロケット&ジョーンズハイバリーブラックカラーです。世界的名作シリーズ007の主人公ジェームズ・ボンドの靴といえば、長らくチャーチとなっていましたが、ダニエル・クレイグ主演以降、クロケット&ジョーンズがその座につきました。このハイバリーもまた最新作ノータイムトゥーダイで亀を出演していることで話題を呼びました。こちらは3アイレットの V フロントダービーでプレーン等、シンプルな構成デザインですが、それだけに細かな衣装一つで雰囲気が変わるジャンルです。ハイバリーは V フロントでも羽の切り返しの傾斜は比較的丸みがあり、三角のステッチワークで補強されています。木型は2004年に作られた348ラストを使用しています。看板アイテムオードリーにも採用されている337ラストをベースに、より現代的にアップデートを果たしたパリサンラストとなっています。かしこまったブリティッシュトラッドというより、エレガントなエスプリのテイストも感じさせます。本国イギリス直営店でもベストセラーアイテムとなっているストレートチップハラムをはじめ、ダブルモンクブーツのキャンベリー、同じく007にも使用されたホールカットのアレックスなど、最近の同ブランドの有名モデルでよく見かけます。発表当初348ラストは革新的とさえ言われ、クロケット&ジョーンズのそれ以降のラスト開発にも影響を与える名作木型となっています。シルエットはロングノーズにセミスクエアと、サイドラインは直接的でエッジが効いています。先端は緩やかに傾斜のついたチゼル等となっています。ヒールカップも小ぶりでつかみも良く、歩行中のかかとを抜ける感覚は起きづらいと思います。アルボロラバー社で製造されているクロケット&ジョーンズオリジナルのシティソールはレザーソールのように薄く、上品さとしなやかさを持ち味としています。それでいてグリップ力も両立するシティソールを採用したハイバリーもまた、ドレッシーな佇まいにアクティブなエッセンスを感じる、まさにボンドシューズにふさわしいアイテムです。では次に使用感の説明に移らせていただきます。こちら当店で S ランク未使用となっております。ではまず右足から、こちら左足です。履き地はもう本当にうっすらと入っているのみとなっています。では次にサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらサイズ表記の方が6ハーフ E となっております。エドワードグリーン202ラストの方で6ハーフ E、 オールデンのバリーラストの方で 7D あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問などございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。外バネプレーン等は服との合わせ方によって見え方も異なります。スーツに合わせれば上品に、カジュアルに合わせても寄り添ってくれます。特に小刃の張り出しも適度で、ジョージブーツも彷彿とさせるハイバリーはビジネスでも使用していただけるかと思います。オンオフ使用できる靴を探されている方も多くご来店いただけますが、なかなか両立するアイテムは少ないのが実情です。このハイバリーはその点でもおすすめできる一足となっております。気になられる方はぜひご検討いただければ幸いです。それではご視聴いただきありがとうございました。